いろんなニュースが溢れておりますが、はい、最近気になったニュース特集に準拠したいなと、先生。あ、ね。ぜひでございます。まあ、やっぱ気になったって言ったら、やっぱ正直週末のことも踏まえてですけど、やっぱあれじゃないですか、鹿島関連の記事がたくさん上がってるような気がしますよね。はいはいはい。ありますね。そうですね。今、ちょっと連敗、5連敗ですか？そうですね。混んできてしまっていてというか、で、しかも、その今回は神戸相手に1号ということで、そうだったね。これだから岩政さんがどうとかじゃなくて、いわゆる誰かとか、どこのチームであってもやっぱそういう連敗続いてくると、ちょっとね、いわゆる解任の話っていうのはこう出てきてしまうもんだなと思いますけど、まあただなんかね、チーム一丸となってというか、選手もそうだし、フロントもそうだし、社長もそうだし、いろんなところで、あの岩政体制でこうブレずに今僕たちはやれ続けられてるからやるよっていうふうに言ってるっていうのが、なんかチームは一丸となってる感じがしていいなーなんていうふうに僕は思ってしまって。そうですね。こういう雨降って地固まるじゃないですけどね。ああいうサポーター喋るのもいいことですし、ね、やっぱ特に矢面に立つっていうのはやっぱりこう、またチームが好転した時のね、いい材料になるっていうかね。そうだねー。いい得点が一個ポンって生まれた時にこう、みんなで抱擁じゃないけど。そうそうそう。あるからね。チームの歴史ですから、それはね。そうだね。そうですね。